ゴールデンウィークは後半に入って週末を前に帰省先などから戻る人の姿も見られます。明日のピークに向けて交通の混雑が徐々に始まる見込みです。チーズのあっちに行った、楽しかったもうちょっと休み欲しいよねできればずっと休んでるのかってぐらい午前11時現在の東海道新幹線自由席の乗車率は、上りのひかりが 90%、 こだまが 40%、 下りはひかりが 70%、 こだまが 40% となっています。続いて道路の状況です。中日本高速道路によると、午前11時現在、県内で目立った渋滞は発生していません。ただ東名高速上りは、神奈川の横浜町田インターチェンジから御殿場ジャンクションの間で午後3時ごろ最大50キロの渋滞が予想されています。東名新東名ともに上り方面の混雑のピークは明日の見込みです。